皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのトシです。中学1年生の数学1日5問問題練習の7日目です。今回から中学校の学習の内容が入ってきます。まずは小学校の復習からいきます。次の計算をしましょう。括弧1、6足す2かける5引く3ですね。足し算掛け算引き算が入っていますね。この場合はまず最初に掛け算から計算をするんでしたね。ですから6足す2、5、10引く3、こうなりますね。6足す10は16ですね。16引く3ですから13、これが答えになります。括弧2番、4分の3引く 0.6、 分数と小数の引き算ですね。この場合 0.6 を分数に直して計算していきます。4分の3引く、小数第1、つまり10分の1の位が6ですから 0.6 は10分の6ですよね。もちろんここ約分します。分母分子2で割って5分の3ですね。つまり4分の3引く5分の3、ね、4分の3引く5分の3と分母が異なっているので分母を揃えます。4と5なので最小公倍数は20ですから、分母を20にして4分の3は20分の4が20になったということは5をかけたので、こちらの3にも5をかけて3、5、15引く20分の5が20になったということは 5C20 で4倍しましたね。ですからこの分子の3にも4をかけて12と、こうなりますね。と20分の15引く12は3ですね。20分の3、これが答えになります。括弧3番、7分の5かける10分の9、こういう計算です。これはこの状態で約分できるところがあれば約分をしておきましょう。7と9は約分できないんですけれど、5と10約分できますね。どちらも5で約分すると 10÷5 は2、 5÷5 は1になるので、分母 7×2、 7に14となって、分子は 1×9 で9、14分の9、これが答えですね。括弧4番、21分の8割る3、これはじゃあ逆数を使いましょう、ね、21分の8ここを割り算掛け算にすると3の逆数の3分の1、これをかけるのと同じでしたね。分母と分子それぞれかけます。 21×3 は63と、 8×1 は8で63分の8これが答えです。四角の2番、こちらが中学校の学習になります。まだ中学生でない方、まだ学習してない場合は、多分画面の上部にこの内容を学習できる動画のリンク先が表示されるので、そちらで学習してからこの問題取り組んでみてください。下線部に言葉や符号、数字を書きましょう、こういう問題ですね。1、0より大きい数を正しいという字を書いて正位の数といい、プラスの符号を使って表します。で、0より小さい数、こちらを負けるという字を書いて負の数といい、マイナスの符号を使って表します。ですから2で、0より8大きい数、0より大きい数は正の数でしたね。この場合はプラスの符号を使って表しますから、0より8大きい数は
プラス8、また0より3小さい数、0より小さい数は負の数でした。この負の数はマイナスの符号を使って表すので、0より3小さい数はマイナス3、このように表します。よろしいでしょうか。今回は小学校の算数の復習と中学で学習する、正の数と負の数、ね、符号のついた数、これについて、解いてみました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。皆さんはどうぞこの動画を参考に教科書や問題集の問題に取り組んでみてください。ではまたお会いしましょう。さようなら。